第7試合ダブルメインイベント ACF グラップリングライト級王座決定戦3分3ラウンドを行います。まずは青コーナーよりジョイ若松選手の入場です。対する赤コーナーより尾崎伸幸選手の入場。試合開始に先立ちまして、タイトルマッチ宣言を行います。選手権試合宣言、本日、住之江マイコンホールで行われる ACF セブンティーンのメインイベント、尾崎智之 VS ジョイ若松の試合を ACF グローバルが認定するグラップリングライト級王座決定戦であることをここに宣言します。令和4年2月27日、ACF グローバル代表近藤哲夫、ACF コリア代表ファンケン、代表竹原由志。続きまして、チャンピオンベルトのお披露目並びに写真撮影を行います。はい、ありがとうございました。第7試合ダブルメインイベント ACF グラップリングライト級王座決定戦3分3ラウンドを行います。青コーナーグッドマンジム並びに京都政権会所属ジョイ若松。対する赤コーナー WBJJ 所属尾崎伸幸。レフリー続いてジャッジこと内川田中。
認定証授与。認定証、尾崎信行殿、本日住之江マイコンホールにおいて行われた ACF セブンティーンスのメインイベントグラップリングライト級王座決定戦で上位若松選手に見事勝利し初代チャンピオンになられたことをここに認定します。令和4年2月27日 ACF グローバル代表近藤哲夫、 ACF コリア代表韓礼雲さん、おめでとうございます。続きましてチャンピオンベルトの贈呈です。続きまして勝利者トロフィーの贈呈です。これにより尾崎信行選手が ACF グラップリングライト級初代チャンピオン。
それでは以上をもちまして本日の全試合を終了いたします。皆様最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。